ホワイトメモリアルビルディング1876年建築。ジョセフライマンシルスビーは19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したアメリカ合衆国の建築史上重要な建築家。描画力に優れ多様な様式で建物を設計する才能にも恵まれていた。シルスビーはその影響下から多くの建築家を排出し、とりわけ、 巧妙なフランク・ロイド・ライト・ラ・プレイリー派と称された建築家たちに大きな影響を与えたことで知られている。1848年にマサチューセッツ州セーラムで生まれたジョセフ・ライマン・シルス・ B は巧妙な寄宿学校フィリップス・エクセター・アカデミーとハーバード大学を卒業した。その後、アメリカ合衆国最初の建築学校としてマサチューセッツ工科大学に設けられたばかりの 建築学校の学生となった。その後、ボストンの設計事務所ウェアファンブラントや、建築家、ウィリアム・ラルフ・エマーソンの下で見習い修行をした後、シルス・ビーは、欧州各地を旅し、1874年に、ニューヨーク州シラキュースに定着した。1875年に、シルス・ビーは、影響力のある弁護士で、政治家でもあったチャールズ・ボールドウィン・セズウィックの娘、 アンナ・ボールドウィン・セズウィックと結婚した。シルスビーは1857年から死去する1913年まで建築設計を続けた。シルスビーは精力的に多数の建築に従事し、一時は3都市に事務所を構え、並行して業務をこなしていた。シラキュースの事務所のほかバッファローやシカゴにも事務所が設けられた。なお、 1883年から1885年にかけてシラキュースの事務所はエリス・ジー・ホールとの共同経営となっていた。シカゴの事務所は後に活躍して有名となる建築家を数多く輩出し、その中にはフランク・ロイド・ライト、ジョージ・グラント・エルムスリー、ジョージ・ W ・マヘル、アービング・ジルラがいた。シルス・ビーは全米でも早い時期に開設されたシラキュース大学。 建築学校の創設時における教授陣の一人であり、アメリカ建築家協会の創設メンバーの一人でもあった。1894年には動く歩道の設計に対してフランクリン協会からピーボディメダルを授与されている。この発明は1893年のシカゴ、バンコク博覧会で披露され、以降のバンコク博覧会でも使用されることになった。エモス・ブロック。 1878年建築。シルスビーの代表作の一つは、シラキュース貯蓄銀行ビルディングである。シラキュースのクリントン広場に面した、エリー・ウーンガのンこの他にもシラキュースには、シルスビーの設計作として、ホワイトメモリアルビルディング、エーモスブロック、オークウッドセメタリーチャペルなどが現存している。アップランドファームは、ハザード夫妻の指定として、 シラキュース近郊のニューヨーク州ソルベイに建てられた大邸宅であり、ファッショナブルな住宅建築の事例としてシルスビーを有名にした代表作であったが、現存していない。こうしたシルスビーの代表作の画像は、下の外部リンク先で見ることができる。シルスビーは後ー、シカゴの富豪ポッター・パーマーが建てた、城であるパーマーマンションの豪華な内蔵の設計も手掛けた。イリノイ州、 リバーサイドにはシルズビーが設計した住宅建築が数例現存している。現存する最も有名な代表作はシカゴのリンカーンパーク温室植物園である。ありがとうございます。